みなみさん。なっちゃん。二人で真剣な顔して何話してんの？別にそんな。昨日見た夢の話、たわいない話よ。何何？どんなの？いや本当、なんか映画に感化されたかなって話してただけだから。そうそう、昨日頼まれたビデオちょうど持っていこうとしてたんだ。本当？やったー、これこれ、助かるわ。先週の UFO 特番、野球の試合延長でうまく取れてなくて困ってたんだよね。UFO の最新情報を衝撃映像でまとめたテレビの特別番組、録画があってよかった。昨日借りたビデオまだ見てないんだ。ちゃんと見てよね、 EXT 名作なんだから。私映画館にだって3回も見に行ったよ。あれを見ずして宇宙人語れないよ。宇宙人語る気はそこまでないけどね。特番ありがとね。お安い御用だよ。地球に取り残された宇宙人と幼い少年が心を通わせる SF 映画、1982年に公開された名作よ。また UFO マニアって呆れてるでしょう。そんなことないよ。これ見れば絶対わかるから。すでに彼らは地球に来ているのだ。タコみたいなのが攻めてくるんでしょ。何言ってんの。それは H.G. ウェルズの創作小説「宇宙戦争」に出てくる火星人よ。なっちゃん、この手の話になると止まらないからな。将来は NASA に行って絶対本物の宇宙人を見つけるんだから。じゃあもっと英語頑張らないと。うっ。 H.G. ウェルズの有名な SF 小説、タコみたいな火星人がトライポッドという三本足の兵器で地球を侵略するというお話。ビデオできるだけ早く返すから。いつでもいいよ。じゃあ。うん、また後でね。冬坂さん、次聴覚室。あ、そうだった。楽しみ。もうみんな行っちゃったよ。家族が寝てから。私準備しなきゃ。ヘッドホンしてみよう。ゆきちゃん、あれ、新しい制服まだ来ないの？ああ、まあそんなとこ。それよりビデオテープ持って。何嬉しそうにしてたんだ。ああ、これUFO 特番のビデオなんだ。してもらったの。それであの笑顔か。なっちゃんはまだ宇宙博士なんだね。変だよね。うんうん。私の知ってるなっちゃんのままでちょっと嬉しい。でも宇宙博士はやめてよ。小学生の時のあだ名じゃない。赤宮じゃねえか。尾形、おめえが手出した二学校のやつらがこの辺りまで出張ってきてるぞ。どう始末つける気だ。お優しいことで。何？なめんじゃねえよ。てめえでケツ拭くから心配すんな、タコ。あ？
と尾形くん、ダメだよ喧嘩は。喧嘩売り歩いてんのはこいつだろ。ほらユキちゃんも。悪かったよ。なんだよ拍子抜けだ、アホらしい。ユキちゃん心配いらないって、いつものことだから。それよりまた部活見に行ってもいいかな。うん。おっと、予定だ。教室に戻らないと。また後で。夏のやっぱり早いね。えへへ、タイム縮んだ。あー、今日はほら風あるし、向かい風でちょっとおい一年、先輩何ですか。マネージャーと今から大会の話しに先生のとこ行くから。悪いけど後片付けやっといて。はーい。あれ、みんな帰ったの？私一人？また怪しい人だ。校庭にも 2,3 人いたな。なんだろう、何か探してるっぽいけど。全身黒ずくめの男。まさかもしかしてあの人メンインブラック、宇宙人を監視する機関の男たち。ひょっとしたらUFO がこの辺に来てたりして。 UFO に乗り遅れ、一人残された宇宙人。必要に MIB に付け狙われる彼を助けるのは選ばれし地球人なんてね。何よ、危ないな。どこの学校だろう、見慣れない制服。ふぅ、早く片付けしないと、先輩に怒られるぞ。ちゃっちゃとやっちゃいましょう。UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメンインブラック。もうめんどくさいから着替えずに帰っちゃおうか。汗かいちゃったしな。何？何かいる。
あれこれってどうした？痴漢か？着替え中じゃねえのか。ちょっとあんた何女子の部室に入ってきてんの？叫び声が聞こえたから助けに来てやったんだぜ。黒服の変質者みてえなのがそこいらうろうろしてたからよ。俺はてっきり変質者はお前だバカ者。出てけ覗き魔。なんだよ。おーい。はあ、この展開ってまさか。うっそ、喋った。やっぱりそうよ、あの映画にそっくり。うっそ。地球に取り残された宇宙人と幼い少年が心を通わせる SF 映画、1982年に公開された名作よ。地球に取り幼い少年が宇宙人？あなた宇宙人でしょ？ああ、なんてこと。私が選ばれたんだわ。こんにちは。驚かせちゃったかな。大丈夫、私はあなたの友達。地球の言葉わかる？私とあなた友達。出てきた。落ち着くのよ。きっとそう。学校にいた黒服の男はやっぱり MIB だったんだ。この子を捕まえに来てるんだわ。何か探してたもの。それなら説明がつく。私が守らなきゃ。地球へようこそ。嘘みたい。ドキドキする。長年の夢がいきなり叶うなんて。あなたは BJ？ 私は夏の。イヤーの下校の消防。ん？夏の。そう、それが私の名前。彼の名は BJ。 文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。ことを伺うけど、それは宇宙服？脳みそは瓶か何かの中かな。夏の記憶する必要。すごいわ BJ。 日本語みたい。喋れるの？ゲート？あなたたちの言葉は分かんないけど、映画で知ってるから大丈夫。母星に電話するんでしょ？ UFO に救援を頼むのよね。分かってる。友達は協力するよ。ダンサー、
ちのテクノロジーね。ここへ行けばいいの？知ってる。学校の近くの神社じゃない。あ、待って、そのまんまうろついたらすぐに黒服に捕まっちゃう。 BJ が地図に示した地点は学校近くの神社がある場所だ。私のバッグ、これ使えるかも。学校指定のバッグ、見た目より、うん、あの子、ギリギリ入ったわね。ダメよ、顔出しちゃう。連れてってあげるから隠れてて。つけられてないよね。時坂神社、ここね。昔からある神社だけど、盲点だったわ。まさかこんな近くに宇宙人の関連拠点があったなんて。よし、着いたわよ、BJ。突然光ったと思ったらこんな場所。なんで街がこんなに崩れてるの？まるで戦争でもあったみたい。あ、また日本時間17時40分正発表がありました。現在も世界の主要都市と通信途絶状態です。日本と同じように未知の敵によって攻撃を受けた可能性が高いと見られています。市内各地でも被害が深刻です。未知の敵は湾岸の広い範囲から上陸、桜区霞町方面に向かっているようです。これ、ニュース映像ね。え？霞町って学校の近くよ。ここって私の町なの？あれだけじゃ分かんないよ。見えづらいんですが、分かりますでしょうか？あれが町に突如現れた謎の怪物です。かなり大きな物体です。5、6、7、いや、無数にいます。一体あれは何なんでしょうか？遺
星人の兵器という意見もあります。我々人類の歴史は2064年で終わってしまうのでしょうか。近づいてきました。いよいよ最後です。2064年って未来？80年ぐらい先の時代に来ちゃったの？嘘でしょ？あ、どこ行くの？多いけど、あれってきっとトライポッドよ。火星人の侵略兵器。あれが街よ。そんな、地球がエイリアンの攻撃を受けたの？悪い宇宙人が来るなんて。 BJ、 何のために？ここに何で来たのよ。
三地方一斉者に匹敵します。ただしこのような強力な兵装は消耗も激しいので、闇雲に撃てば出力不足で戦局に対応できなくなります。了解。頑張れ私。大丈夫、きっと大丈夫。17番機なんとかし、大丈夫、きっと大丈夫。
当時ターミナルは封鎖された。敵の反応が消失した。終わり？本当に？みたい。いや、まだ始まったばかりだ。ここが無理なら奴らは次のターミナルを狙う。その話が本当なら、敵の攻撃目標が少なくなるにつれ、一地点の戦局は過酷になる。そうだね。戦いはこれからもっと激しくなる。